皆様こんにちは、プレミアムギターズの西沖です。今日はこのティーズギターのご紹介を差し上げたいと思います。このティーズギターですけども、長野県塩尻市にある、工房です。こちらのティーズギターさんでは、本来 OEM 製作が中心で、メーカーの、プロトタイプであったり、もしくは、アーティストに渡す一本物であったり、そういった依頼を受けて制作するという形を今まで取っておられた、工房さんですね。こちらの工房のマスタービルダーの高橋健二さんが、ご自身の理想を形にするという思いで、このオリジナルブランドティーズギターを立ち上げて、セットアップに至るまでをご自身で監修制作に携わって、一本一本丁寧に制作されているのがこのティーズギターです。もともと高橋健二さんが、実は業界では結構有名な方なんですけども、そのいきさつというのは、皆さんご存知かと思いますが、バズ・フェイトンチューニングシステムが、発表された当初に、発案者であるバズ・フェイトンさんのもとに、単身渡米されまして、直弟子となって、直接その技術を学んで日本に戻られました。一般的な組み込み技術者のことをバズ・フェイトンチューニングシステムにおいてはレトロフィッターと言いますけども、その上のランク、レベル2トレーナーの、資格を持って、日本に帰られて、組み込むだけではなくて、レトロフィッターたちを指導育成する任についておられます。そのように直弟子さんとなった暁に、非常に高い功績も残されておられまして、その高い技術でギターも日々制作されているという方ですね。本来そのバズ・フェイトンチューニングシステムで、じゃあどういった効果があるのか。通常は数学的に計算された12平均律、1オクターブを12で割った形でフレットは配置されています。ただ数学的な計算ですので、和音の整合性に不備がある箇所もあります。よく D や G などでオープンもしくは制覇した時のバランスが崩れるというようなことがありますけども、ナットの取り付け位置ですね、この感覚、0フレット1、1フレットの感覚、それと、ブリッジ側のオクターブ調整、これを、バズ・フェイトンさんが、考案された、法則にのっとって調整することで、ポジション、コードフォームを問わず、チューニングが非常に安定して、かつ和音が響きが非常にきれいになる。で、揺らぎがないために、サウンドに整合性が取れて、各弦の共鳴がより豊かなものになることでサウンドのグレードも増すという効果も、実際ありまして、アーティストたちの支持を受ける一番の原因はおそらくこのサウンドではないかと思います。で、この技術を、お持ちの高橋さんが、ギター制作でその技術を実現するだけの腕前をお持ちですから、当然、ギターの各種にはピッチの安定性以外のこだわりがたくさん見て取れます。材料の目利きも非常にうるさい方で、世界各地インターネットを駆使したり足を運んだりして手に入れてきた極上材ですね。今回のこちらには 3A フレームメープルが採用されていますけども、5A フレームメープル、 5A キルト、他にもたくさんのエキゾチックな材を用意して、オーダーに応えてくれています。アーチトップモデルでは珍しいんですが、トレモロユニット、ウィルキンソン VS 役が搭載されています。これによって、ちょっとラグジュアリーなイメージのあるアークというモデルなんですけども、ロックなワイルドなプレイも可能にしています。ピックアップにはオリジナルの、ディーズ開発のピックアップが搭載されておりまして、トーンポットの引き上げによってコイルタップが可能です。2シングルのテレキャスライクなサウンドメイクも可能になっていると。で、ボディバッグに目を向けると、ホンジュラスマホガニのセンター2ピース、これも高級ギターによく採用される材ですね。で、ボディ内部は、特殊な加工のチェンバー、空間が開けられていて、共鳴をより助長させる形で、響きを豊かにするための加工が行われています。ただ、いわゆるセミアコのようなエアー感を持った響きではなくて、あくまでもマホガニーが軽量化されて、ボディ全体、ネック全体に至るまでが一体感のある鳴りを持つための加工で、ハードに歪ませた時にもぼやつきがなく、非常にソリッドなサウンドになっています。で、同じくマホガニーですが、やはり高級感のあるホンジュラスマホガニーネックです。これが採用されて、ネックヒールにはボリュートと言われる
強化のような形で加工がされています。この面取りなんかも非常に R の小さな面取りで塗装をかけ飛ばしやすいんですけども、やはり高度の技術によって、そういった失敗を起こすことなく塗膜も均一な厚みで非常に美しい塗装がされています。でこちらにバズフェリトンチューニングシステムのラベルがありますね。こちらのギターにもやはりバズフェリトンチューニングシステムの技術が反映されて、ピッチの安定性を非常に高められています。和音の響きも非常に豊かで綺麗です。では、ね、表面ですが、もう色黒にまるで染めたかのような非常に黒い質の高いエボニー紙板が採用されていますね。紙板エッジも非常に滑らかな角を落とす面取り加工が施されて、半球体のようなフレットのエッジ処理ですね。これによって非常に、まあ、グリスサンドも滑らかな、手の引っかかりのない、気持ちのいい演奏ができる。ナットにはオイルナットが採用されて、滑りも非常に良いですね。それによってチューニングの狂いも非常に少なくなっています。もちろんバズフェイトンチューニングシステムの反映もありまして、非常に精度の高い組み込みがなされています。引っかかりもなくて非常に滑らかな仕上がりですね。特徴的なのは、ヘッドを横から見た際に、まあ、レスポールタイプによくある角度付きのヘッドなんですけども、非常に浅い角度になっています。これによってナットにかかるテンションをある程度緩和することで、弦の滑りを引っかかり感をなくし、滑りを良くし、チューニングの復元力を増すことが一つ。もう一つには、テンションで無理やり鳴らすのではなくて、弦が鳴りたいように鳴らすというコンセプトも見てくれます。はい、こちらがセットネックモデルのアークスタンダードトレモロ搭載モデルです。